動画機専用機があるんだったらスチル機専用機欲しいっていう人もいるけど、うん、じゃあ売れないじゃダってダそ,<う> <laughs> それは。<laughs> あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビー安くはなんないですよなんか単純にさ今ちょっともうアンケート打ってるけどあのうん、うん、ソニーさんには悪いんだけど R は CR はちょっと微妙な感じだけど、うん、R5 が思いのほか売れてるからじゃあ R 出しゃいいんじゃないみたいな感じで売るのかなって、うん、<laughs> ちょっとただ、うん、<laughs> けどじまあじゃあそれで CR も作ったって,言っ,て言ったらそうなんだろうけどそうしたらけどさ C で R 作ってさ6,700で同じ R 作ったらまあ極端だけど本当に全く同じ系列だよね。 消えれ軽量が違うだけで APS-C になってるだけなんだけどそしたらちょっとやっぱ違うかなだよねやっぱうん,うん富士の積層型でなんでそんなに値してないのこれ画素数じゃないですか2800万画素だからでしょ、うん、きっと、うん、だと思いますよ h, h 2 s で2600万画素って言ってるんで、うん、画素数だと思いますけどねけど、うん、でといっても結構しますよ安くはないですよ、うんうん H2S30 そ,そうだね、30超えるんじゃないですか、今は下がってるけど、出た当時は30超えてたはずです、ボディで。うん、そうなると、僕がさっき言ったニアの40万っていうのってまあまあ、今、三十30万、30万,ちょっと30万でしょ、出たときはもうちょっと高かったはずです、えーうん、そうすると、じゃあ、僕がさっき言った40万っていう金額って、あの全然ほ外な金額じゃないですよ、うん、これって、うん、うん、富士の積層と比べたって。 だってこれだってさ、うん、積層だって言ったってさそんなに売れてるかっつったら売れてないんじゃねみんな聞いてるかっていうほど聞いてないしねやっぱね H2S?、うん、まあそこそこ売れてるいやまあそれは俺たちが富士のネットワークがないからでしょいやいやいやあのい一応こう何まあまあそな,ないんだけどあとあと統計の中での <laughs> そう<こ>そうそう見てもサイトの中でねうんうんそうそうそうあうそうそう まあそれはだから富士の今のそれが富士の力ってことじゃないの、うん、メーカーとして。だからビッグ3に入れないメーカーってそういうことでしょ、うん、要はだからそういうの出しても結局上に上がってこれない、うん、だよね、うん、だと思いますよそこはうん、うん、まあトヨタは日産ホンダじゃないんですよ、うん、そういういことなんだよね富士重工なんですよやっぱりそこは。うん 富士どん,なにどんなに頑張ってもそこなんですよ。うん、だと僕は思いますよ。うん、うんああ、本当だね、確かにね。グローバルシャッターはないですね。まあ、ちょっとい高すぎてこんなの、とてもいいじゃなくて載せられないですね。 93に乗っかってるグローバルシャッターがね乗っかってあの金額ってことですよじゃあ APFC で乗っけてじゃあ60万のボディで買えますかっていう話ですからね, <laughs> ね60万だったら多分俺もうちょい出してアルファ1買えますねうん、はいう APS-C は ZV i FX に力を入れて6000番台だけ残してハイエンドは作らないんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、俺もね、そう思ってた。うん、ハイエンドはもう6700で最後かなというふうに思ってた。うん、でもここに来て 6700R。<laughs> 噂が出てきてると。うん APLC でさらに小型化進めてほしいです、うん、あ小型化は確かにね俺もそう思うがでもそれが結局 ZVE <う>シリーズなんですよ、うん、ZVE シリーズなんですよでよくその NEX5 とかあの辺の再来を望む人が結構ちらほら見かけるんですよ見ませんかよくいる,いるけど NEX5 のあれを復活させてくれって言うんですけどあのいやいや出てるから zv 10そうそう zv 10でいいのかに、うん、そういいそうだよね zv 10 zv 10というカメラありますよって言うんですよだもっと薄いのがいい,いとか言うけどいやいやいやそのあれ,あれめちゃくちゃ小さいですよね<う>本当に薄<い>あれコンデジ並みに小さいですよそう薄いじゃなくて結局今の機能とかエリロンを載せたら結局あんなオさではもう作れないから結局ねここ現状で作れる形ではもう zv 10が一番 っそうそうそう APSC で一番小型から ZV 点が一番ちっちゃくて「うん、ありますよ」って言うとそうすると何て言うかというと「あれは動画機だから嫌だ」って言うんですよ。いや違うよとあれスチール取れるよと全然触ったことあるあれ全然取れますよ普通にって言うんですけど前もねスチル機をさあの動画機専用機があるんだったらスチル機専用機欲しいっていう人もいるけど、うん、じゃ上な理じゃだってだっン <laughs> そう無理ですよそれは。<laughs> そそれれはは無理ですよ動画専用機だってそもそも今もうなくなったからね,ねこうこれがなくなってるからねだからああまあもうそうだいぶ少ないですね <laughs> うん、だからもう結局あ<の>まあ動画専用機とは言わないけどさこれもだけどまあなんで APS-C <う> AP の小型化っていうのは実はされてるんですよ ZV-10 でされてるんですよ実は。もののすごい小さいやつこの